モクルームへようこそ。モクモクモカでーす。ダンダン。はい、ということでですね、ちょっと最近ありがたいことにとてもこうお忙しい日々が続いておりまして、お仕事に限らずプライベートだったりとか学校だったりとか、もちろんお仕事もなんですけど、これもう私の大好きなお買い物に行けないというもう大事件が発生したわけですよ。ということでですね、今回はスマセルさんで買った春夏デートにぴったりなお洋服1万円分を紹介していきたいと思います。はい、ついにネット販売というものをね、ちょっとやってしまいました。1万円分です。1万円企画的な感じで今回はお送りしていきたいと思います。スマセルってアウトレットモールのオンライン版のような感じのサイトで、有名アパレルブランド、結構こうハイブランドのものとかが 80% オフとかで売ってたり、ほんとお得なアイテムがねいっぱいで、結構迷いました。あと販売ページが結構特殊で、なんか CO2 の削減量とかも表示されてるんですよ。まあ、お得に買い物もできるし環境にいいこともできるっていう、こう一石二鳥なね感じで、でめちゃめちゃ迷ったんですけど、今回はその中でも私的よりすぐりのね4点をご紹介紹介していきたいと思います。で、紹介するだけじゃなくて実際にね私服と合わせて着たりもしてみますので、ぜひ皆さん最後までご覧ください。ということでレッツゴー。はい、それではまず1点目から紹介していきたいと思います。じゃーん透けて見える。はい、1点目はですね、こちらのチュールワンピースでございます。私チュールスカートとかは結構持ってるんですけど、チュールワンピっていうのはそもそも見たことがなくて、めちゃめちゃ珍しい商品だなって思って、だからこの中に何か着て合わせても可愛いし、ここね上に思いっきりトップス重ねちゃってチュールだけにしても可愛いなと思って、でこちらを選びました。で、結構チュールってなんか女の子っぽくもなれるし、デニムとか合わせたら結構不思議な感じでもできるじゃないですか。で、私チュールスカート結構めっちゃ好きで、毎年1回は購入するぐらい好きなんですよ。だからね、こちらを購入いたしました。こう着たらさ、ドレスみたいな感じでとっても可愛い。だからこれ1個持ってるだけで女の子っぽくなれちゃうなと思って、こちらを購入いたしました。では2点目に行きたいと思います。2点目はこちらです。ポン。はい、続いての商品こちらです。暖かクラシック V ネックのブラックですね。え、これめっちゃ可愛くない？え、めっちゃ可愛いよね。で、なんか個人的にニットベストみたいなのあんまり持ってなくて、で、この時期ってなんか寒い日もあれば暖かい日もあるみたいな感じじゃないですか。で、結構体温調整難しいなみたいな時に、こういうの1個あるだけで上からちょっと羽織って暖かいみたいな、できるなと思ってこちらをね、購入いたしました。で、私カーディガンとか結構持ってるんですけど、こういうののね、ベストタイプは持ってなかったので、こちらを購入いたしました。で、なんかこのデザインの感じが、結構古着っぽいのとも合わせられそうだし、可愛いところにねも合わせられそうだなと思ってこちらを購入しました。なんかスカートとか履いたらさ、結構韓国っぽくも寄れるし、デニムとかなんかトレーナーとか合わせたら結構かっこよくなりそうだなと思って、いろんな使い方ができそうだなと思ってこちらを選びました。はい、続いてじゃん、ちょっと予測しとくです。じゃーん、ブラウスでございます。こちらシンプルシフォンホワイトでございます。これね、珍しくこの前の部分がリボンとかじゃなくてネクタイっぽくなってるんですよ。で、それをこれで留めるの、このパッチで。パッチ？パッチってやばいね。これでカチャって留めて、ここにこういう感じで留めるみたいなやつなんですけど、なんかあんまりこういうブラウスでネクタイっぽいデザインになってるの見ないなぁと思って、めちゃめちゃ可愛いなと思って、これがいいって思ってこちらを買いました。で、なんかこういうねワンポイントとかもあるし、これなんか何にでも使えそうだなと思って、このピンがなんかそれもいいなと思って買いました。で、私今年こういう白のブラウスめっちゃ欲しくって、なんかこういうのってほんとどこにでもっていうか、いろいろ使えるじゃないですか、使い道たくさんのくせして、今年一着も買ってないんですよ。なんかあんまりいいのと巡り合えなくて、だからちょっと今こそ買ってしまおうと思ってこちらを購入いたしました。とっても可愛いです。そして最後4点目です。4点目こちらです。じゃん、ワンピース。こちらですね、形が選べる配色デザインシャツワンピースでございます。ここがめっちゃ可愛いんですよ。ここがこの上半身バカ可愛くない？どうしよう、これマジで可愛くて、ノースリーブだからちょっとまだ早いかなとか思ったんですけど、さすがに可愛すぎて一目惚れして買ってしまいました。え、もう本当に
可愛い。本当にめちゃめちゃ可愛いし、これベルトがついてるからウエストもね、キュッてできるし、フレアになってるので、とってもラインが綺麗に見える。なんかこう、スラッとした大人の女性に見えるなと思って、こちらを購入いたしました。去年からね、ずっと流行ってて、今年も流行りのこのグリーンが、星色で入ってるっていうのがすごい可愛いし、で、このね、ピスタチオっぽい感じの色合いが、結構春っぽいなと思ったので、こちらを選びました。で、これだったら、まあ春とかは上からカーディガン、中に直したりとかしてもいいし、夏だったらねこれ1枚で着られるなと思ったのでこちらを購入いたしました。こんなに可愛いお洋服がたくさんあるのにこれがねトータル1万円で買えちゃうっていうのはもうマジでめっちゃお得だと思います。本当に私も結構よくねお買い物好きで店舗に結構行ったりとかオンラインでもねたまに買ったりするんですけど、ここまで可愛いものが1万円で買えるっていうのはなかなかないので、もう本当にめちゃめちゃお得だと思います。まあ、今回は結構トップス多めで、というかほぼトップスで選んだんですけど、自分の好きな組み合わせだったりとかを見つけて、ショップもめちゃめちゃあるので、こういろんなショップのところからこう組み合わせたりとかして、トータルコーディネートとかもね、できちゃうなと思うので、ぜひ皆さんやってみてください。それでは実際にこのお洋服を使ってコーディネートを組んでいきたいと思います。はい、ということで1着目、チュールスカートをね、チュールワンピースを使ってコーディネートこんな感じでーす。こんな感じで。結構このトップスがねふわふわしてて可愛い感じなので、そこにチュールを合わせてもきっといけるだろうっていう私の思い込みで合わせてみたら結構いい感じになりました。でここのウエストのところがピタッてなってるタイプじゃないので、ちょっとこう足をよく見せたいよっていう方は私みたいにこういう感じでねベルトをしてあげるとウエストがキュッと締まってスタイルがよく見えるかなと思います。でチュールスカートこれこの裏地ついてないんですけど、裏地こうやって合わせてあげるとめちゃめちゃ可愛いので、こういう感じでねちょっと女の子っぽい感じのお洋服にしました。はい、続いてこれをね使ったコーディネートこんな感じでーす。はい、私紹介するときに結構なんか古着っぽい感じでも合いそうって自分で言っちゃって、そしたらなんかもうそういう感じでしか思いつかなくなっちゃってコーディネートが、なので結構ちょっとかっこいい感じというか、なんかちょっとイエーヨーみたいな感じのコーディネートにしてみました。でこれ結構なんかあったかいって書いてあったけど、なんかもうめちゃめちゃダメ、もう暑いって感じにはならないので、本当に体温調節するのにちょうどよくていい感じだなと思います。結構伸びもいいし、だからこうなんていうんだろうな、自分のほんとちょうどいい感じで着られるのでいいです。丈感も長すぎず短すぎずで個人的にはちょうどいいというか結構好きな丈な感じでした。はい、3つ目のコーディネートこんな感じでーす。なんかマジで韓国アイドルになった気分、本当にこうネクタイっぽくなってるだけで可愛すぎないというか、ちょっとかっこいい感じでもできるし、それこそさっきのベストとかねここに合わせてもとっても可愛いなと思って、結構こういろんな組み合わせができそうな感じのお洋服だなと思います。こんな感じでここもねすごくアクセントになってて女性らしさというか品が生まれるのでとっても可愛いです。はい、ということで最後のコーディネートはこんな感じでーす。ワンピースをね使ったコーディネートで、こんな感じで私はちょっとジャケットと合わせてみました。スカートがねフレアになってるので、ジャケットとか結構長めのものとか合わせてもふわっとしてくれてすごい存在感があるなって思ったのと、同系色のねジャケット合わせることによってこの辺がいろんな系統の緑があってすごいおしゃれに見えるなと思って、でこれを選びました。なんか暑い時とかはまあこれ脱いでこのままで着てもいいと思うんですけど、まあこういう感じで着るとねちょっと女の子らしすぎないというかかっこよさも出つつ、でもこのね見えるスカートでちょっと女の子らしさを出したりとかもできるなと思って、こんな感じのコーディネートをね組みました。以上コーデ紹介でした。はい、ということでね、1万円分のコーデ紹介させていただいたんですけど、これどの商品も元々の値段から半額ぐらいなんですよ、全部。なんかもうね、本当にこの品質で全然めちゃめちゃ可愛いのに、この値段っていうのはね、もう本当にお得だと思います。で、さらにですね、この動画を見てくださった方に嬉しい嬉しいお知らせがありまして、このね、動画の概要欄からリンクに飛んでいただいて、今ここに出てるクーポンコードをね、入力していただくと割引が適用されるみたいなので、ぜひ皆さんスマセルでお買い物してみてください。ということで、この動画はここで終わります。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また見てねー。グッバイ。ガチャ。